とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー行ってみたいと思います。同じく、いつも通り、10周ですね。で、もしも、10周で出なかった場合は、プラス1、2回、体力が続くまで行きます。まあ、できれば10回で終わりたいところですね。では、今日も、頑張っていきましょう。一発目から来い。ダメか。クールダウンが今日ももしや出ないタイプ？厳しいよ。強行ダメです。裏切り、エンチャントもダメだな。うん、よろしくない。どうなんだろうね、これにスタンを入れるっていうのは。気づかれてない敵に対して追加ダメージ、これがスタンを入れると確実に発動するっていう感じで。でもあれ確か 15% だった気がするんですよね、ダメージ1だったら。なんでエイリの方が強いかな。まあまあ、次ダメっすね。プレートアルマーも良くない。2周目いきます。2周目どうだ。ダメだ。チルゲイルじゃない。もう一個の方だ。が強いのか。そうだね。エンチャント的にそっちが強い。でもこれは使えないからいりません。魂。クールダウンもポーションバリアもついてないな。破滅もいらないしな。いやー。出だし悪い。3回目いきます。お願い。いらんかな。いらんかな。どう？クールダウンつかない。クールダウンがつかないな。クレイモアも良くねえな。いやーダメだ。今日なんか調子悪い。すっごい調子悪い。4回目なんだこれ。ひどいな。弓か。今日なんか弓が出るのか。古代はまずいらない。輝くハープクロスもまあいらないね。魂の採数いらない。なんかかすりもしないぞ。全然良くない。これ4回目ですね。5回目いきます。どうだ。ダメだ。全然良くねえな。まあ、これはクールダウン編成完了して虚無までついてる。けども、弾数持てないからこれ使わないんだよね。いりません。ダメだな。次行きましょうか。いや、これ持ってても仕方ないな。いや、いいや。売りましょう。なにフルメタル2つ出たぞ。いやでもクールダウンないよ。こっちもクールダウンないでしょ、どうせ。ないない。金メッキもクールダウンなし。ヘルスシナジーは入ってるけどね。いやよくないっしょ。ダメだな。オッケー、行きましょう。また行く。どうだ。いやー、良くないな。良くないと思うんだよな。まあまあ、ハンタークロスボウはいらないね。どう？衝撃波が良くないな。衝撃波が良くない。下はね、良かったと思うんだよね。虚無。リフレッシュ、重力、いいと思うんだ。その衝撃波のところを追い打ちだったらば、強かったろうね。まあまあ、次だ。ベノム、おお、10。いや、良くないね。真ん中が良くないもんな。重力、虚無、リフレッシュついてる。で、真ん中が、ダメだね。なんかこういう変化球な武器を使っていっても面白いかもしんないね。まあそういうのもちょっと探しながらいきましょう。次
ラスト3回っておい全部ノーマルじゃねえか、全部ノーマルじゃん。あ、まあエンチャントはね2つはいいのついてるよ、バーストゴーストリングとアーティファクトチャージ、弱体化もいいしね、クールダウンショットがあればこれいいんだけど、あとはもうひどいもんだね。 OK、 では、あと2回いきます。まあウィザーはワンチャンあるな、ウィザーはワンチャンあるよ。どう、クールダウンがつかないんだって、ひどいもんだ。フレイルはまあ使わないでしょう、間違いなくね。ではラストいきます、最後ラスト、お、あ、うーん違うんだ、惜しい、めっちゃ惜しい。愛のスペルも惜しいね。クールダウンショットとバーストボーストリングある。まあこれでもいけるにはいけるんだけど、できればロールチャージ、アーティファクトチャージが欲しいんだよな。いや使わない、いらない、他も良くない。では出なかったんで、あと1回いきます、あと1回頑張ります。どうだ、いや良くねえな良くないな。あの今回ね持ち込みできたんだよ、持ち込みで幸運をつけてきたんだけども、いやあんまり変わんないね、変わんないね。いいのが出ると思いきや別にそうでもなさそうだな。グレイブ使ってみたいけどね。いやいい、ダメだな、今回のはダメですね。ちょっともう一回持ち込みでラストいきます。どうだ、変わんないね、変わんないな。持ち込みしても、変わんないや。いりません、下流度いらない、サブ流もいりません、ダメだ、ダメです。ということで、今日は12周合計でやってみました。で最後の2回は持ち込みバグを使って幸運つけていきましたけども、なんかあんまり変わりはしないのかな。あんまり変化は認めれなかった気がします。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。